こんにちは、速稼塾です。まあ必ずしもレッテルを貼るわけではないんですけども、まあオリンピックはね、正々堂々とスポーツマンシップにのっとった人の集まりであってほしいなという、そういうふうな私のまあ幼稚な希望は今回ね、まあ完全に打ち砕かれたかなという気持ちがします。まず一つ目なんですけども、東京五輪開会式で楽曲を制作する、その担当のミュージシャンであらせられます、小山田圭吾さんって方がいらっしゃるんですかね。この方が、まあ、この度辞任することとなりました。この方はね、どうも障害者の方に対して、障害者の方専門に、まあなんというかね、まあひどいことをしていたのを、まあ自信満々に語っていたという方らしいですね。まあいわゆるこれがね、迫害と言われるレベルですね。いじめっていう言葉はちょっとね、もう生ぬるいわけなんです、今となってはね。ちょっとね、シューズを、上履きを隠したとかね、お弁当のお箸をどっかにやっちゃったとかね、そういうレベルではなくって、もうなんかその、なんですかね、排泄物を障害者に食わしたりとかね、性的な自慰行為をやらせたりとかね、ちょっとまあ、こういうミュージシャンは、ミュージシャンと名乗ってほしくないなと、私は思いますね。音楽を、音楽に関わるものとして、こういう人がね、いてはならないなというふうに私は思います。それがね、過去にあったことでも、消えないんですよ、やっぱり。あれですよ、被害者の方からすると、いや、昔やったことだからで済ませられますかね。やっぱり、迫害を加えるってことは、生涯、その罪を背負っていくことだと思います。それだけのことをしたんだと思いますから、まあ、昔のことだからねっていうことでは済まないと思いますよね。もちろん、恨みは、何も生まないってことはわかりますけども、じゃあ、やられたもんが泣き寝入りかって話になっちゃいます。まあ、それ相応のね、ことをしなければならないと思いますし、まあ歯には歯をではないですけどね、自らを処す、そのぐらいの気持ちを、まあミュージシャンであるなら、そしてスポーツマンシップを語るオリンピックに参加するものならやってほしいなと思いますし、まあ大会組織委員会がこういう方をね、チョイスするそのセンスが悪すぎると思いますね。大会組織委員会ってのはもうね、そういった、まあ、愚かな人間というかね、どうしようもないクズの集まりだというふうに思います。まあクズの集まりってことですね、で次のニュースなんですけども、まあ、これがね本当にもっとクズですよ。オリンピックに関わる人間はね、こういう人しかいないのかと思われてしまいます。国立競技場内で性的暴行容疑、これ要するにレイプ事件です。ウズベキスタンのスタッフ逮捕と書いてますけども、こういう人はねスタッフに迎え入れてしまう、まあ日本のこれは、まあ、委員会のねずさんさと言いますか、人選は誰でもいいのかと、犯罪予備軍を呼ぶんでしょうかと。で、現在のところ国立競技場には一般の方は入れませんから、関係者、スタッフというね、非常に意識の高い方とか、それこそスポーツマンシップに乗っ取る、そういうふうな方しかいないはずなんですけども、なんでこういう事件が起きちゃうんですかね。これレイプ事件ですからね。とんでもないレイプ事件ですよ。もうエロビデオかっていうレベルのものです。なんか暴行とか書いてると分かりにくいんですけども、いわゆるこれあれは、あれでしょ？記事、まあ、ひどい事件ですよ。すでにもうね、オリンピックはね、金のこと、性的なこと、それから差別的なこと、迫害、何でもありのオンパレードになってますね。まあ、こういうところにね、爽やかな汗をほとばらして走る選手がいると思ったら、まあ、寄ってたかってね、まとめて終わってるなと、私は思っちゃいますね。ことね、オリンピックに限っては、こういう人は排除できるはずなんですよ。ね。他の環境と比較してどうこうっていう方もいますけども、いや、これオリンピックでしょと。世界の代表選手が集まったところで、なんでこう犯罪のオンパレードがそこに詰まってるんですかって話ですよね。これではね、まともにやってる人も、なんでまともにやってる君は見て見ぬふりかいってことになっちゃいますんで、私は少なくともそう思いますから、オリンピックに関わる隅から隅までの人間はね、もう、どうなってんだと思いますよね。そう思いませんか？こういう事件があっちこっちから起きてくる。まだ大会始まってもいないのに、こういう事件のオンパレードですよ。やっぱり大会組織委員会を運営する、要するにこのオリンピックってものをまとめる人間がどうしようもないってことなんで、末端まで腐るってことなんじゃないかなと思いますよね。こういうふうな記事になってます。東京オリンピックの開幕が近づく中、国立競技場内でスタッフとして働く容疑者が、競技場内で20代の女性スタッフに性的暴行レイプをしたとして逮捕されました。警視庁が詳しい経緯を調べています。女性の方から体液が採取されたっていうふうに書いてますから、いわゆるそういうことなんですよね。要するにコンドームをつけずに、
やったということでございます、うん、まあ詳しくはね捜査の結果を見ないといけないんですけども、警察も買収されて隠蔽される可能性がありますからね、高知白バイ事件とかそうでしょ、あと林真澄事件もそうでしょ、警察とか裁判所もグルになっているわけですからね、特にこういうオリンピックとかになるとその色は強いんではないかなと思いますね。警視庁によりますと調べに対して相手が嫌がっていなかったと供述しているということですけども、これはね加害者の言葉だけ並んでますけども、被害者とされる女性の方はどうだったんですかね、私は嫌がっていましたっていうそういうコメントは載せないんですかね、うん、というふうなね寂しい事件が重なるんですけども、一つだけ救いがあります、トヨタ自動車です。トヨタ自動車、国内で五輪関係 CM 放送せず、いろいろなことが理解されない五輪になったということですけども、今ちょびっとだけ、うん、オリンピックに関わる事件のことをお話ししましたけども、ここにねスポンサーとして名前を出す、それがどんなにね恥ずかしいことか、トヨタ自動車だけは分かってくれたんではないかなと思いまして、 CM を放送しないということですね、まあ、まさにこういうオリンピックをね応援する企業スポンサー本当はね終わってるなっていうところですよね。トヨタ自動車よくねこの決断をしてくれたなと思います。アスリートが集中しベストなパフォーマンスができることを一番に考えたいというふうな強調をしたということで、トヨタ自動車からね、声明が出されておりますけども、まあトヨタ自動車はね自社のメディアがもうありますんで、マスコミを全く信用してないということで、トヨタイムズというチャンネルがありますんで、そちらの方でね分かりやすく伝えてくれてますよね。ということでね、ちょっとだけこの救いがありました。うん、でトヨタ自動車に習って他の企業も、うん、これはね決断を右に習いしてもらいたいなと思うんですけども、こんな犯罪者集団がいる中でね、うん、権力、金、それから緊急事態宣言すらもう右に左に使いこなして国民にはね、負担を強いる、納税者には負担を強いる、酒類を提供するようなお店にはもう酒の納品をするなとか、金融機関を使って貸し出しの引き締めをしろとかね、貸し剥がしをしろみたいな指示を出すような、まあ、そんな政府ですからね、うん、この秋の衆院選でなんとか、いや本当にね共産党でもいいんで与党になってほしいですね。そのぐらいのことをしないと国民も我々国民もですね肝が冷えないですし、それから傲慢な自民党公明党も考えを改めないと思います、まあ、特に公明党はね濃すいんですよね。公明党ぐらい濃すいところはないですよ。それこそね山本太郎さんの、うん、演説のもうかけらでもね学んでほしいですね。れいわ新選組に学んで正々堂々とあのぐらいのことをやってほしいなと思いますね。公明党ね、創価学会の方もなんで公明党を応援してるんですかね。創価学会の方ほど知的な方が揃っていらっしゃってね、弱者に寄り添う姿勢を持っている方なら公明党を支持するわけがないんですけどね。選挙の時に創価学会の方公明党にお願いしますって言うと思いますけども、ちょっとそろそろねそういうのもやめた方が創価学会の品位も落とすのかなと思いますんで、公明党はだからもう完全に自民党に魂を売り渡した、うん、悪魔の傀儡というふうに見えちゃいますけどね。まあ自民党の中にも別の派閥で国民目線に立ってくださる方いると思いますけどもね、私はそれが西田昌司さんなんではないかなと思います。ああいうふうな真に実力のある方とかね、ちょっと顔は怖いんですけども、あの自民党の中でやっぱり中堅以下にとどめられているっていうのは、うん、まあ、その公平性とかね弱者に寄り添う姿勢とか、まあ、そして一点厳しく切り込む姿勢、財務省はじゃあ安倍総理それから麻生財務大臣にも忌憚なくね切り込んでくださいますからね、本当にああいう人が先頭に立ってほしいなと思いますけどね。ということでオリンピック大嫌いな私がお送りしました。